イルシングオーケー。さあ、倉敷市の美観地区にやってきました。岡山県で言わずと知れた一番の観光地でございます。今日はね、揚げ物ということで、この美観地区の近くにある人気のお店に行ってみようと思います。観光客の方もむちゃくちゃ行くとこなんですよ。ではレッツゴー。違ってキピタンゴー。ということで、やってきたのは美観地区から徒歩数分の商店街にある肉のいろはさん。この場所にお店を構えて50年以上、地元の皆さんに愛されるお店なんです。お邪魔します。はい、どうぞ。うわ、いらっしゃい。すごいいい匂い。油の匂いがね、なんかその油の嫌な匂いじゃなくて、揚げ物の香ばしい匂いがすっごいするな。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いい匂いが充満してますね。そうでしょう、美味しそうですよね、うん、美味しい匂い。いや、俺も正直この匂いご飯食べれます。いや、白ご飯欲しい人いっぱいいます。目閉じて食べれますわ。Anything OK。 お肉ずらっと並んでますけど、はい、お肉屋さんですよね。きっとそうだと思います。きっとってどういうこと。お肉屋さんでしょ。でも、このお肉屋さんはお肉だけじゃなくて揚げ物もされるんですか。はい、揚げ物もしてます。じゃあちょっと揚げ物いっちゃおっかな。いっちゃいますか。いっちゃいましょう。いっちゃいましょう。揚げ物はどちらにあるんですか。あ、こっちか。ここ俺通り過ぎてたわ。むちゃくちゃうまそう。ちょっと待ってびっくり。むちゃくちゃ種類豊富なんですけど、一番のびっくり、安い。むちゃくちゃ安いな。ちょっと待って、アジフライもエビフライも100円切ってるよ。奥の豚串も芋串も100円切ってる。なんでこんなに安いんだ。むちゃくちゃ安いですね。安いですもん。そして美味しそう。揚げたてですよね。揚げたてです。なんでこの値段でいけるの。企業努力してます。うわ、ありがとうございます。もう創業当時からほぼお値段変わらず。残念ながら今年の値上がり、うん、いろんなものしたんで、うん、上がったんです。ちょっと上がって。これ、はい、やっぱ一番の名物って言ったらどれですか。コロッケ。コロッケ安い。安すぎる。40円ですか。はい、子どものお小遣いでもいけますね。その通りです。じゃあ子どもたちもこの近所の子たちが小さい頃から食べて育ってるし、はい、やっぱり観光客の方も、はい、あのファーストフードみたいな感じでよく買われていくんじゃないですか。その通りです。ちょっと食べてみてもいいですか。どうぞ食べてください。ありがとうございます、はい、この手づかみペーパーとかもちゃんと用意いただいてるんですね。そうです。だからもうここで買ってパッと食べれるように。そうです、そうです。店内で食べてもいいんですか。大丈夫です。いきます。ああ、こういう感じ、手渡しなんだね、はい、今ね。はい、どうぞ。うわー、美味しそう。ちょっと小ぶりのコロッケなんですけど、持ってわかる、すごく中身が詰まってます。名物のミートコロッケいただきます。お、ホクホク、すごく優しい味わい、すごく素朴な味わいで、なんか懐かしい味なんですよね。ミートいっぱい入ってるわ。これがね、いい甘さが、芋の甘さと肉の甘さが相まってる。最高ですね。うん、これはもう、うますぎる。オッケー。旨味がぎっしりちゃんと詰まってて、全然違う。違いますか。味わいが深い、しっかりしてる。ありがとうございます。このコロッケ、どれくらい出るんですか、1日で。一番多い時で1000。1000ですよ。1000。Anything OK。 じゃーん、1000円。ちょっとこの1000円で、はい、いろいろ見繕ってもらって、はい、買えるだけちょっと詰めてもらえませんか。買えるだけ。うん、組み合わせをお任せします。1000円でどれくらいいけるのかなと思って。
これだけ安いと相当な量が買えそうですよね。さあどれくらいの量が出てくるんでしょうか。見繕ってもらいました。こちらです。これでおいくらですか。990円。こんなにいっぱいで、はい、はい、ありがとうございます。来ました。重たいぞ。じゃあちょっと美観地区で食べてきます。はい、いってらっしゃい。Anything OK。 美観地区に移動してきました。ここで食べる揚げ物絶対うまいっすよ。名物のコロッケ、中身もじゃん、ほらふっくら詰まってます。バインバインバイン。ではまずコロッケから1000円分の揚げ物いただきます。2個目だったけどペロリ。これはもうおやつですね。続いてはささみフライ。これで90円とは超お得。衣がサクサクで美味しかった。サクサクサク、パクパクパク、はいペロリでした。続いては芋串90円。これも芋がゴロゴロっと大きかったね。最後の一口もパクッと食べて、はいオッケー。続いては豚串、こちらもまたまた90円。豚の旨味がしっかりで、はい思わずこの表情。さあまだまだありますよ。チキンカツ120円。しっとりジューシー、むちゃくちゃうまいの。全くくどくないからこちらもペロペロっといけちゃう。これももうおやつだね。それでは最後の大物、国産若鶏の桃揚げ380円。これがいろはさんで一番値段の高い揚げ物。さすがのボリュームでした。これにこの値段でかぶりつけるのは幸せですよね。はいガブリ、もうガブガブガブ、はい最後の一口ガブリで終わり。食った食った、ごちそうさまでした。見事に食いました。今何の飲み物も飲まずに行きましたから、それくらいしっとりしててくどくないんですよ。それが愛される秘訣かもしれません。お店に向かって拍手。いろは。岡山の人気観光地の近くにある人気店、肉のいろは。ぜひ皆さんも行ってくれれば Anything OK。 ありがとうございました。